はじめまして、全ファミ協会の支部長と申します。今回は私の作ったこのパニハイというカードゲームを紹介いたします。よろしくお願いします。このゲームは女子高生たちの勢力争いをテーマにしたゲームになっています。魔書カードと呼ばれるカードが12枚ありますので、これらをコンバットカードと呼ばれる女子高生たちを使って争いを繰り広げ、最終的に魔書カードを一番持っているプレイヤーが勝利する、そういうゲームになっています。このゲームにはキャラクターカードが58種類別々のイラストで入っております。これらのキャラクターカードを使って和気あいあいと戦い合う、そういうゲームになっています。このゲームにはジャパニメーションを意識したカードが多数用意されており、詳しい方には思わずにやりとできる、そういうカードが用意されております。ぜひ探してみてください。このゲームはエッセンシピールのヤポンブランドで販売をしております。実際に遊んでもらうこともできますので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいませ。よろしくお願いします。